でも僕が出て、結構アクセントになって盛り上がったと思ってて、うん、なんなら俺が一番盛り上げたんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、あいつらは、なんかその、言ったら暴れたりして、注目浴びてるだけなんで、うん、ネクサスはもう1年半以上。いや、なんか盛り上がってねえなって正直思っちゃいましたね。いや、ちょっと盛り上げないとなって見ててずっと思ってました。まあ、負けたんですけど、まあ一通り仕事はしたのかなってちょっと思っちゃいました。まあパンクラスはちょっと一区切りかなっていうところで、じゃあ次何やるってなったら、もう一回ちょっとネクサス、まあ、チャンピオンとして盛り上げないといけないと思って、僕も30を超えてきて、もう格闘家としてはなんか意味のある試合というかをしていきたいなっていう気持ちはすごい強いんですよね、うん、子供が生まれたっていうのはまあ、大きいといえば大きいですよ、ね、どんな父親か、でも、あんまり変わんないですよ。どんな父親か、私お父さんだよね、ね、もうちょっと4歳って、今だって3歳です。でも俺のこと何言ってますけど、あ、そうですね、周りはすごい応援してくれてます。もう一応選手の後輩とかもやっぱみんな取ってくれっていうふうにみんなに、うん、言われてるので、はい、しっかり取りたいと思います。もう、あ、なんかこれを言えばこう炎上するなとか、もう大体コントロールできるようになってきちゃってて、 SNS とかでは結構暴れてます。賛成してない派です。苦手なんですよね、俺なんかこうトラッシュドッグっていうか、なんかこう煽ったりするの苦手っていうか、前よりもネクサス盛り上げたいなっていう気持ちは強いです。いや、なんかもっと真面目に格闘技やってる人って、うん、まあ、ネクサスももちろんいるし、うん、若い子いっぱいいるし、うん、まあ、パンクラスにもいるし、シュートにもいるしっていうので、いや、なんかそういう選手たちに注目してほしいなと思う気持ちが最近すごい強くて、うん、子供が生まれてやっぱり、まあ、格闘技って危ないんで、もうなあと何戦できるかも全然わからないんで、まあ、一戦一戦ちょっと大事に戦いたいなっていう気持ちはすごい強くなってます。毎回ここ何試合かは子供も毎回聞いてて、子供の声が一番聞こえるんで、いつも力になってます、まあ、年齢的にも40超えてますし、まあ、あれでも俺の中では今が一番強くて強いと思ってて、普通に強いっすよねみんなが思ってる以上に簡単じゃないな。決めの選手ですよね。決めが強い一発のある選手だなって思うんですけど、でもそれができなかった時に結構崩れるのかなっていうイメージはあります。僕が面白くするかしないかだと思うんですよ。僕次第でどうにでもなると思ってて、もう主導権は僕が握ってるんで、もうこれは僕が面白くするかしないかだと思ってます。この年になってこのタイトル挑戦できるのはすごいありがたいことだし、自分の格闘技人生においてすごい大事なポイントだなと思ってます。まあ、タイトルマッチなんで、これやっぱり向こうはネクサスのベルトを狙ってるんで、厳しい戦いになるんじゃないかなと思ってます。もう正直ライジンにはリベンジしたいっていう気持ちがもうずっと前からあって、ここでベルトを失ってしまうとその権利ってほぼほぼ多分なくなってしまうんで、まあ、そういった意味でもこのベルトは、まあ、絶対守らないといけない。まあ、やっぱ子供が生まれたので、なんかあってはちょっと困るなっていうところで、まあ、心配は強くなったなっていうか、ね、お父さんがいなくなったら困るもんね。まあ、いつも迷惑かけてるんで、練習とか試合になると迷惑かかってるので、子供のこととかでも
まあ、しっかり取ってベルト持ってって感謝したい、感謝の気持ち言いたいですね。多分僕が勝った方が盛り上がると正直思ったんです。